ちょっと休憩時間中に賞金が出てきて、あ、この人もすごい有名な人じゃない？ 1、10、100、1000万、10万、3、10万、3、3、30万ドル？ 30 万ドルってやばいやん。めちゃくちゃ稼いでる人やん、この人。YouTuber で有名な人よな、確かこの人。YouTuber で有名で、さらに、なんかのアプリの開発者でもあるんやったっけ？もうすごい人よな。そんなすごい人が、この同じテーブルにいます。もうちょっと感動です。どうすればいいの？これはコールする？どうしよっかな。やめとこう。ちょっと動揺してるわ。なんかすごい人たちがいっぱいいるんじゃない？これもしかして。まあ、この600ドル。2000ドル。いや、この人、すべかけりょう、すべかけりょうさんか。すごいよな。やばいわ、これ、賞金。そんなところに参加していいんかしらっていう。うわ、この人もまあまあ1万ドル。で、他にもな、10万ドルぐらい稼いでる人がいたんよね。また後で見かけたら紹介します。さあ、すべかけりょうさん、ここ一回、キングス。ここは強い。今さっき参加してんの？この人。ハンド、4ハンド目やもんな。アパレさんめちゃくちゃ参加してくるよな。毎回毎回参加してきて、毎回毎回ベッド売ってくるよな。でもそれを読まれたのか、アリエさん確かめっちゃ攻撃的な人よな。4ベッドすればブラフからオールイン打ってくる。ほら、売ってくるで。この人売ってくるからな。それでもコールした。今回は厳しい。ジャックホーカーかなり広い範囲で参加してきてるよな。まあ、フラッシュ狙いでのコールか。すべかけりょうさんのプレイが見れるだけでも価値があるよな。いろんなパターン使ってくるよな。リンプインとか、2BB で売ってきたりと。さあ、ここでまたベッドしてこない今回はアパレさん。すべかけりょうさんを警戒してるか？あ、すべさん、フォールドしました。19BB、かなり多い状態でのオールイン。すべさん悩んでます。
来ました。勝負仕掛けてきました。ここで勝てばすべさん、入賞するんじゃないかな。ポンタロウさんも入ろうかどうか悩んでる？エースジャックやもんな。そこそこいいカード。すべさん頑張れ！すべさん来た！おー、さすがすべさん。すごいよな。7ハンド。7ハンドしただけであっという間にチップめちゃくちゃ増えてんねんけど。え、俺、めちゃくちゃハンドした、プレイしたで。俺何ハンドした？ 158 ハンドしてんのに、もうすべさんの8ハンドに追いつかれました。さすがすべさん、すげえ。俺の2時間を、1時間半をすべさんは5分でやってのけると。さすがすべさん。おう、なんだこれ。All in. これは今ちょっとこっちはやめときましょう。Bold. Bold. All in. ここはオールイン行きましょう。Call. え、ジャックシックスかよ。よしよし、来た。これはいい感じ。ジャックシックスでオールインはまた大胆に来たな。これは大きな勝利となりました。ありがたい。